西の方、35キロメートル離れた丸ごろ丘陵という丘があります。そこから、石を切り出して。ハロッツが見えてきました。ああ、ね、ハロッツ、高級デパートハロッツ。行かない、あの、皆さん、そのやっぱりここロンドンはやっぱりさてね、もう3日間は、ね、必要でして、いろいろ、はい、見るものいっぱいありますね。行くとこいっぱいあります、はい。まあ、一応三越の中にもね、あのハロッツのバッグとか置いてね、はい。で、まあ、この辺りですね、こう商店街でもうおなじみのお店もね、たくさん、見かけると思いますが、もう平日はこの辺はすっごい渋滞のとこですね。いや、ラッキーですね、土曜日です。これがハロッツですね。そうですね、右手のこの、はい、これがこのグリーン、ね、これがハロッツのカラーですね。はい、高級デパートハロッツ、150年前にミスターハロッツが、よろず屋を始めた。でこれが現在では、もう従業員が5000人の、大きなデパートになってます。これ王室所有の公園なんですね。ですから暗くなるとゲートが全部閉まって、また朝明るくなると、ピカデリー通りです。これまっすぐ行くとロンドンの中心であるピカデリーさん、日本大使館、今日休みですからね、皆さんパスポート、イギリスというかヨーロッパはですね、いろんな人がですね、もう入ってくるんですね。出稼ぎのスリ、これが多いですから、観光シーズンには出稼ぎのスリがですね、イギリス人はこれ結構不器用だからね、パッと滑れないんですよね。で、そういう出稼ぎのスリも、ね、もうホテルの周りとか観光地なんかにね、でもあのホテルの周りにもうね、いなかったんですよね、最近出てきたんですね。はい、そしてリッツホテルが、はい、前方を見て、はい、立ってますが、はい、これ、はい、これは王立美術学院、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツ、まあ、いろんな画家のね、展示会やってます、展覧会やってます。はい、2階建てのバス、ダブルデッカーがいっぱい走ってますね。で、こう目の前の、はい、ロータリーね、あの辺りをピカデリーサーカスと呼んでます。サーカスって言葉はこの丸くなってるところ、中に入ると、1ポンドで日本語のですね、ちょっとしおりが、ね、パンフレットあります、それを
見ると、まあ、特に有名な、ね、絵画の説明、そしてどこにあるかっていうのが書いてありますよね。そういうのは1ポンドですからね、それを。はい、でまた緑の、ね、小屋、タクシーの運転手の小屋が左に見えてきますよ。はい、はい、現在2万7000台のタクシーが流れてます、ね、ロンドンには。はい、で右手の方見てください、タワーブリッジ、ね、あの写真後で止まってゆっくり撮っていただきますから、はい、でタワーブリッジの手前に、ネズミ色の船、あれが軍艦ベルファースト、第二次世界大戦とかで活躍した巡洋艦で、はい、で、テムズ川を渡りまして、今川の南に、入ってきました。はい、さてシェイクスピアですけどね、シェイクスピアはストラトフォード・アポン・エイボン、あの田舎町を、はい、出てきて、この近くに家を一軒借りたんですね。そしてそこで、37の、戯曲を書きまくって、でまた劇場、地球ギザという劇場もこの近くに作りました。今はレプリカが立ってますね。地球ギザ劇場のレプリカがあります。はい、じゃあここでバス、はい、それからこれが軍艦ベルファースト、これが見えてましたね、さっきね。そしてロンドン塔というお城はあれです、あれがロンドン塔ですね。はい、はい、ということでね、皆様ちょっと写真とかお撮りいただいて、ね、バスにですね、じゃあ、ね、9時ね、30分にお戻りくださいね。はい、お願いします。じゃあバス撮りますか。はい、左手前方にもすごいモダンなビルがいっぱい見えてますが、ね、あれが、シティです、ビジネスの街、シティという区ですね。で本当最近ロンドンもああいう非常に、超モダンなビルが増えてきましたね。右の方のあのとんがったロケットみたいなのね、あれは、もう完成した時には世界中から、ね、たくさん見に来ました。あれ貸しビルで、オーナーはスイス再保険会社、で今はもういろいろ建築中ですけどね。そして左下の方がこれかなり大きいです。これが頑丈な城、城塞、ロンドン塔。ほら、1066年に、イングランドという国が、成立した時にウィリアム一世がロンドンの街を守るためにこのテムズ川のすぐそばにこの頑丈な砦を作って守ったわけです。でこれ世界遺産に指定されてますね、ロンドン塔は世界遺産で、1年間にもう700万人ぐらいの観光客が中、ね、はい、訪れますね、見学に来ますが、これ中には何があるかというと、世界で一番大きいダイヤモンドが、ね、530カラット、これぐらいの大きさで王爵のてっぺん、ロンドンアイが、見えてます。はい、あのロンドンアイは2000年のミレニアムを記念して、ね、ブリティッシュエアウェイズがお金を出して作られたもので、最初はですねもう3年間だけああやって置いてて、ね、3年経ったら取り壊すということ。どうしてかというと、周囲の、ね、建物と、ね、調和しないということで、非常に人気があってね、つまり儲かってます。
はあそのアッシリアの、ね、宮殿の廊下にですね、掘ってあったものを剥がして持ってきた。はい、それで、これ何のお話かというと、これ書いてあるように、ザ・ロイヤル・ライオン・ハンティング。ね、1年に1回ですね、そのアッシリアでは。ライオンをね、剥がしてね、延慶競技場に。で、王様が殺す。で、それを国民が見て、自分たちの王様強いなという。プロパガンダの目的でやってた。このお話からここから始まるんですよ、これね。はい、その円形教授用にライオンを出してやる、ね、出してやって、檻から ね、 ね、この家来が弱めるね、弱めるね、王様が殺しやすいように。あ、なるほど。でも絶対に殺しちゃいけないんですよ、家来は。なぜかというとね、王様が殺さなきゃいけないでしょ。王様の出幕がなくなっちゃうので、で王様、あ、そうそう、それでもし家来がそのライオンを殺しちゃった場合には、その場でその家来は処刑でした。あら、難しいよ。王様これですよ、これね。残ってる、残ってね、2600年前に掘られたもん。すごいですよね。矢が石でしょ、これ。石ないろ、クーポン。すごい細かいよね。反対側の皆さんとね、同じようなテーマ。でもライオンってのはやっぱりほら、百獣の王だから負けずに、輪っかに噛みついてるところを王様が一突き。なるほどね。でこの洋服の模様とか見てください。すごい細かい。細かい。ヒゲのね、このヒゲのあの、すごい細かいですね。よく残ってる。角紙ね、2600年前のですよ。ですね、これ。馬のね、こういう顔もね、とかね、こういう紐ですとかね。で、ここはライオンね、矢が。あの頭を貫通して、このもがいて苦しいこの爪の、すごいね、これすごい迫力ありますよね、盛り上がってね、本当本当。で、この王様は、ね、トンネル越しの王様ですからね。それで、あの脳みそはどうやってですかというと、あの針金がね、あれ、あの鼻の穴にから、ね、針金突っ込んで、小さいね、かき出してね、かき出して、で出てきたらですね、脳みそが頭の後ろを叩いて、頑張ってます。古代エジプト人というのは、あの心臓のものを考えてれば、また次の世界で、楽しく世界で、こういう考え方があったので、4粒を1セットMen den är konserverad, eller hur? Den är sånt som resten av den hade lite fint. Nej, men det står att... Kring.
が残ってるんだから。右を見ててくださいね。右を見ててください。そうするとロンドンアイの中にビッグベンが見える。この隙間、そこ右見ててくださいよ。ここですよ、この辺。あ、もうすぐね、もうすぐ、はい、ここの右、ここで見ると、はい、右、あ、ちょうど何すぐ見える。あ、そこも歩いてこない。ビッグベンとかウェストミンスター寺が見えるところでおりますので、はい、このウェストミンスター寺院で、900年の間ずっと戴冠式が行われてきたんです。Take place next Saturday, yes, on the 15th. Uh-huh, uh-huh. And this one is going to be over by 12:30. Over by 12:30. The original one. Sorry. Okay, okay. Original one is next Saturday. So is there something happening? Is the soldiers coming out? They've been out already, so probably it's going to take another. I don't know what time is it now, but everything going to end by 12:30. Everything ends by 12:30. Yeah. Hopefully, if there is no any other changes. Right. Oh, okay. So you don't know whether anyone, any soldiers coming out? Or... I don't know how the ceremony about, but oh, I mean, okay. For now, yeah. Now there were some soldiers already. Uh-huh. So what's going to happen from now on, no idea. Oh, okay. 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 だからこう最近ですね、非常に来てたんですね。で結構あっちの方にもいっぱい人がみんなにあると思って来てますけどね、今聞きましたらね、このあの女性警官の人が警官の方がね、はい、今日は女王はいないと、ね、どうしてわかったんですか、旗がね、女王にそうですね、はい、それであのバッチが見えますか、ここはもう何も見えない、見えない、thank you.
Thank you.